では、韓国語を音読しましょう。ここからいきます。あにょはせこんにちは。チャルジネセヨお元気ですかねえ、チャルジネはい、元気です。かむさはむありがとうございます。チェソンはすみません。ちょぬんいむにはなになにです。 はん、ぐ、ご、れ、ばう、ご、い、そ、よ。韓国語勉強しています。まんな、そば、ん、が、お、よ。あえて、うれしいです。ね、はい。えー、あに、よ、いえ。お、ディエらサラヨ、よ。 アニこれがアニこれアニじゃないのこれオーディオなのね。はい。どこに住んでいますかもうするョアヘへよ何が好きですか発音について。韓国語の発音は日本語とは少し異なります。特にパッチムと呼ばれる死因の発音が重要です。パッチムとは韓国語の文字の最後に来る死因のことです。 うんうん、発音練習用のアプリやサイトを活用するとより正確な発音を学ぶことができます。なるほど。文法について。韓国語の文法は日本語と似ている部分もありますが、異なる部分もたくさんあります。語順。主語、目的語、動詞の SOV 語順が基本です。えー、女子。 名詞について意味を補う助詞が重要です。